さ、夜が明けちまったか。この騒ぎでザンブレク兵どもが集まってきてる。面倒なことになりそうだ。ひとまずこの場を離れるぞ。いいな。わかった。しかし、ドミナントから力を吸収するなんて、見たことも聞いたこともない。俺にはわからない。止まれ、だが確かに、勘違いだ。やはりある時、召喚獣ガルーガの力を使うことができる。奪った力を自分のものとして使えるってのは、一体どう思ってんだ。待て、俺だよ。なんだガブ、驚かせるんじゃない。驚いたのはこっちだぜ。まったく派手にやりやがって。こっち。
それじゃあベアラーたちを逃がしたのはシドじゃないってのか。ああ、俺もクライブもそれどころじゃなかったからな。みんながうまく逃げたならそれでよしとしよう。よく誘導してくれた。いや、自分の仕事をしただけさ。それで火のドミナントは？きっと奴もまだ生きてる。なあ、俺が探すよ。どうした？弟の仇ってのを消えちまったからな。あんたの気持ちはわかるよ。俺の家族もザンブレク兵にやられた。カブ、じゃあな、兄弟。調子のいいやつだぜ。私の力が。姉さん、しっかりしろ。大丈夫だ。私はどうすれば、どうすれば。街道までどれくらいだ？ここからじゃまだしばらくかかるぞ。きっとバルナバス様にも捨てられる。どうすれば、どうすればいい。姉さん。ゲル。こいつは上玉だ。こいつはきっと高く売れるぞ。でも売り飛ばす前にちゃんと中身を調べておかねえとな。やめろ。大丈夫だ。さあ帰ろう。なあシドルファス、お前を信じなかったからなのか。シド、お前も感じたか。ガルーダ、あれはどんどんでかくなってる。辺り一帯が巻き込まれるぞ。このままじゃ。俺は行く。なんだと。声が聞こえた。誰かが呼んでる。
勘違いしろ。これ一体何の力だ。どうなっても知らねえぞ。流行るなよ。ただの竜巻じゃない。あの中には召喚獣ガルーダがいる。おそらくあの竜巻は召喚獣の暴走。己を失ってしまったドミナントの末路なんだ。だとしても逃げるつもりはない。俺を呼んでいる。あれはガルーダなんだ。これも暴走の影響だったのか。奴だ。奴が火のドミナントだ。あいつが火のドミナント。13年前のあの日、俺は奴を見た。あの姿を忘れるものか。ダメ！シド！問題ない。トルガルもこっちだ。目の前に仇がいるんだろう。こっちのことはいい。行け！シノ！すまない。
け者め。くそ、こんなところで、こんなところで死ねるか。
クライブ。俺は今クライブと。やっとおとなしくなったか。なんて力だ。クライブ、ずっと追ってきた仇が自分自身だったとは。わけがわからねえよ。なぜバルナバスを信じた？ベーナ、お前の望みじゃないだろう、こんなの。国王が自ら出てくるとは。ご出陣なさいますか、リオン様。もちろんだ。どうかご分を。Thank you.
タイの再編を直ちに。ディオン様、不穏分子が北部の難民に紛れたのでしょう。コートでは被害が。父上、進行はどうされた？はい、つつがなく。ですがその対応に追われ、こちらへの増援は見込めません。問題ない、進行がご無事ならそれでよい。余がなぎ払えば済むことだ。出るぞ。俺が助手を。ようやくお目覚めか。まったく驚かされた。ガルーダの力を吸収した上にお前が火のドミナントとはな。ほんと見てて飽きねえよ。殺してくれ。俺がやったんだ。俺が殺したんだ。俺がジョシュアを殺したんだ。なのに俺はノーノーと生きて。頼む、俺を殺してくれ。殺せ、早く。死にたければいつでも殺してやる。だがな、ここにいる以上は俺の言うことを聞いてもらう。うちにはふぬけを養う余裕なんてないんだ。せいぜい役に立ってもらうぞ。服を着ろ。裸を見る趣味はない。それを着たら広間に来い。俺に何をしろと言うんだ。広間に来いと言ってたな。もう出歩いていいのかい？ひでえ面だな、クライブ。裸じゃないのがせめてもの救いか。黙れ。言い返す気力が残ってるならそれでいい。これからガブと合流する。奴が誰を探してるのか忘れたわけじゃないだろう。それはお前がへばってる間に奴から知らせが来た。火のドミナントに関して何かしら動きがあったようだ。お前のためにガブは危ない橋を渡ってる。
関係ないとは言わせねえぞ。合流場所はキングスフォールだ。支度をしたらすぐに出るからな。